竜王のお仕事は白鳥四郎による日本のライトノベル。イラストは白美が担当している。が文庫より2015年9月から刊行されている。が文庫10周年記念プロジェクト第6弾。当初よりメディアミックスを想定したプロジェクトとして企画されており、ライトノベルの発売開始と同時に漫画の連載、ドラマ CD 化が並行で進められている。 2020年8月時点でシリーズ累計発行部数は203万部を突破している。作者の白鳥によれば題材に将棋を選んだのは高校時代の同級生である加藤幸男の影響だという。他に将棋世界連載の関西本部記事室24時でとある奨励会三段が大会に至るまでの天末を読んだことで その記事に激しく心を揺り動かされたことも大きなきっかけだと語っている。主人公を竜王に設定したのは名人と違って制度上1年で獲得できることが大きいとのこと。本作は最有機の監修や将棋世界史の協力などを受けている。作中では竜王戦やマイナビ女子オープンなど一部の棋戦が実名で、 登場するが、大半の棋戦は架空の名称が用いられている。また、作中に登場する騎士については、複数の実在する騎士の要素を混ぜており、例えば81については、プロフィールは糸谷哲郎、棋風は山崎孝行、考え方は渡辺明という形になっている。現実世界と同様の経緯で、女流騎士制度が設けられたことが説明されており、 女流騎士は多数登場する。白鳥は当初本作品の題名を相掛かりにするつもりだったが担当の編集者に大反対された。ひな、ズルアイとやしゃかみ天意の名前の読みがいずれも愛である上愛の得意戦法が相掛か,かりになったのはその名残である。また竜王のお仕事という題名は編集者によって名付けられた。第一巻の発売当初は 売れ行きがかんばしくなかったため、白鳥は第5巻で打ち切りを考え、編集者も一度は同意した。しかし、その後は、将棋ペンクラブ大賞受賞などにより売り上げが伸びて、打ち切りの方針は撤回され、シリーズ継続に至っている。白鳥は2017年に結婚していたが、本作品のテレビアニメ化に集中したいため、妻には2018年5月12日まで、 挙式や発表を待ってもらっていたという。白鳥は最強の騎士の物語を構想する中で歴代最多連勝とタイトル獲得の最年少記録の二つの記録に着目した。共に約30年間更新されておらず、この二つを破るのは難しいだろうと考えた白鳥は現実の少し上タイトル記録の更新に絞った物語として竜王のお仕事を書き始めた。 執筆開始当時、10代の将棋タイトル保持者をはじめとする同作の設定はあり得ないと批判されることもあったが、藤井聡太の躍進で予言書として注目を集めることになった。第1巻が出た2015年当時、藤井聡太は奨励会の2段で白鳥も注目していなかった。しかし、藤井が史上最年少の十四歳二ヶ月で中学生騎士になると、 いきなり無傷で29連勝するなど、次々と記録を打ち立てていった。同作の主人公、クズりも、プロ入り翌年に、初タイトルを獲得するが、最初は、連敗に苦しむという設定で、白鳥は、藤井の活躍については、藤井先生のデビューから土つかずという記録は、想像を超えている。フィクションでもそこまで書けませんと語っている。声優は、ドラマ CD。 テレビアニメ共通。81のアパートに集まる女子小学生たちによる研究会。第2監督総番のドラマ CD では JS 将棋アイドルユニットの結成を将棋連盟の上層部から命じられ、何は筋将棋通りのグループ名でイベント等に登場している。2017年7月11日にテレビアニメ化されることが報じられ、二千十八年一月から同年三月まで、 放送された。原作第5巻までのエピソードがアニメ化されている。ラジオ番組、内田尾馬と日高里奈のラジオでも、竜王のお仕事。が、2018年1月5日から3月30日まで、ラジオ大阪にて毎週金曜22時30分に放送された。パーソナリティは、内田尾馬と日高里奈。将棋バラエティ番組、竜王のお仕事。 感想戦が同年1月9日より東京 MX にて毎週火曜1時に放送された。MC は日高里奈、解説は日本将棋連盟所属の女流騎士、香川愛生が担当する。ATX でも初回放送以外で放送される。BD には映像特典として竜王のお仕事。感想戦、完全版が各巻3話ずつ収録されている。 内田大馬と日高里奈のラジオでも竜王のお仕事に関するカテゴリーありがとうございます。